カラハリ君に DJ に来てもらいました。イエーイ、お疲れ様でした。今日はアナグラのね、アイちゃんからの紹介で来てもらいました。はい、アイさんありがとうございます。そしてスプレッドの店長なんですよね。はい、普段下北沢でスプレッドっていう箱をやってます。いや、今日の DJ だったんですけれども、すごいノイズからなんか最終的にはアンビエント方向まで行って、すごい気持ちいい DJ でした。ありがとうございます。あの、最後の方で使ってた曲って何ですか？あ、最後の方、この曲八王子の童貞レコードで買っためっちゃ大事な一枚です。あ、いや、すごい気持ちよかったです。普段はもう毎日スプレッドにいるんですか？なんか今がこの時間制限とかもあって、うんうん、あんまりこう夜の営業イベントができてないんで、うん、最近は平日にバー営業をやって、週末のデイイベントをなんかこれからまた少しずつなんかこう復活してっていう感じです。うん、あ、いいですね。じゃあまあ徐々に徐々にね、徐々にね、元に戻していこうみたいなね。そうですね。はい、そしていつもの日常を取り戻したいですね、早くね。取り戻したいですね。はい。じゃあ皆さんもカラハリ君に会いにスプレッドに行きましょう。待ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。